工藤公康、46歳、46試合、37.1 回、2勝3敗12ホールドポイント、防御率 6.51、ホイップ 1.79、この選手に対する率直な感想。こういうめっちゃ投げてるのに防御率悪い成績好き。森田もこんな年あったよな。勝をここまでやれるかな。先発崩壊してるから、どんな中継ぎでも、登板数、かさむんよなこの頃の横浜。工藤ってもう60なんかあるそやろ。46だしな、これを勝ち、系統に使おうとしたなべきゅう。もう引退させてやれ、よって感じの成績。そういや監督のオファーがあったけど、いつの間にかなくなったよな。工藤は本当に名将なら、横浜で監督やって、優勝させてほしい。負け戦は避けるのも、名将の条件や。山本昌、まだまだやれるやろ。